二ポジション式、ロータリーバルブの空気の流れの概念図ロータリーバルブとは回転することによって流体の流量を制御する便装置である。一般的な水道の水栓は最も簡単な形式のロータリーバルブであり、グローエンジンや一部の気化機械や油圧装置や化学プラントやビュレット等の実験器具、ガス器具等に使用される。単純な機構で故障も少ない。 圧力の変動に関わらず少ない力で作動する。構造はディスク状のものやコニカルのもの等がある。他にも下記のような用途でロータリーバルブは使用されている。ダブルフレンチホルンのロータリーバルブ金管楽器のロータリーバルブ金管楽器においてはロータリーバルブはホルン、トランペット、トロンボーン、フリューゲルホルン、チューバなどで用いられてきた。現在でもフレンチホルンでは 切り替え管や上昇管まで含めると最大5個のバルブを左手のみの操作でレイアウトする都合上コンパクトなロータリー式が大半を占める。また、チューバでも会長のものは右手操作に4個、左手操作に1から3個と多数のバルブを要するためロータリーバルブが多く採用されている。一方小型でバルブ数も最大4個に収まるトランペットやフルーゲルホルンでは 軽量シンプルで、レスポンスに優れるピストンバルブの方が多数派となっているが、ヨーロッパの走者の間では、ロータリーバルブ式を好んで使用するものも多いと言われる。ドイツやチェコのメーカーでは、ユーフォニアム、バリトンにもロータリー式のモデルをラインナップしている。なお、トロンボーンの F 管アタッチメント、同じくバストロンボーンの回、D ンバルブには、構造上もっぱらロータリー式が使用される。 金管楽器におけるロータリーバルブは、ヨゼフ・ライドリンによって1832年に最初に利用された。産業分野においては、エアロックにて、チャンバー内に資料を出し入れする際の入り口に使用されている。また、蒸気機関の蒸気及び排気弁をコントロールするバルブや、ヘイロにおいて、コーツ・インターナショナル・リミテッドは、来年期間に利用されているポペットバルブを置き換える。 目的で球状のロータリーバルブを採用したエンジンを開発している。この球状ロータリーバルブエンジンには従来のポペットバルブ式エンジンに比べ多くの利点があるとされており、かなり高い圧縮比を取ることができるという、液体もしくはガスクロマトグラフィーの資料を注入をコントロールする弁として利用される。クロマトグラフィーでは通常6ポートにポジション式のロータリーバルブが用いられる。 ニストローク機関の吸気デバイスにロータリーバルブを用いるものが存在し、大きく分けて、クランクウェブロータリーバルブ式と、ロータリーディスクバルブ式の二つに分類できる。クランクウェブロータリーバルブ式、編集クランクシャフトにある、クランクウェブの一部を切り替えて、吸気弁とする方式である。吸入方向は、クランクケースリードバルブ式同様、クランク軸放射方向である。 グローエンジンに用いられる。この方式の利点は、欠点はいかにクライクウェーブロータリーバルブの代表的な採用車種を挙げる。ロータリーディスクバルブ式、編集専用の円盤弁を用いて、吸気弁とする方式である。吸入方向は、クランク軸動軸方向である。この方式の利点は、欠点はいかにロータリーディスクバルブの代表的な採用車種を挙げる。 詳細は、スリーブバルブを参照スリーブバルブ方式は、対別すると、円筒状のスリーブを直線的に往復させるか、回転させるかで分けられるが、後者を、ロータリーバルブということがある。ありがとうございます。